トミーカイラダブルゼータとは、京都府の自動車メーカーである、富田夢工場及び GLM がトミーカイラブランドで販売していたスポーツカー。トミーカイラダブルゼータの初代は1995年に発表され、1997年に販売開始。生産は日本ではなく、イギリスで行われた。アルミモノコックに FRP をかぶせただけのボディでできており、 重量は、たったの7 1 0ラムである。当初のボディデザインは、ユラタクヤが担当したが、G 以降には関与していないという。エンジンは、当時のプリメーラ等に搭載された、SR20 エンジンをベースに、燃料噴射装置を、電子制御燃料噴射方式から景品のキャブレターに、乾燥したものが搭載され、エンジンは 185PS、パワーウェイトレシオは3 8ラム。 PS ほどとヨーロッパのスーパーカー並みである。またアルミのシャシーにツインチューブモノコックという少し前のフォーミュラカーそのものの構造をしているので車重が軽く足回りを硬くしなくてもシャープなコーナリング性能を持った。1999年に販売終了。総生産台数は206台。g として開発が進められていたもの。 デザインはデザインアップルの西田のりゆきの手による。GE は2001年9月にドイツのフランクフルトモーターショーで正式公開。2001年10月に量産型発表。2002年4月デリバリー開始というスケジュールが組まれていたが GE の開発などを行っていたとカイらの開発製造部門はオートバックス7に売却され ASL が設立された。当時、 トミーカイラで行っていたオリジナルカーの開発は ASL へ引き継がれる旨の発表がされていた。以後の流れは ASLRS-01 を参照のこと。2012年10月に京都大学発の電気自動車メーカー GLM によりパワートレインをコンバージョンし、電気自動車化されたダブルゼータが日本国内認証を取得。その後2013年4月2日に 少年院にて、オリジナルデザインで一新された車体やデザインが発表された。先日した初代ダブルゼータのコンセプトを受け継ぎ、アルミフレームに FRP を被っており、アルミのアンダーボディについても、この EV のダブルゼータを生むに当たり一から製作。2014年に国内認証を取得し、販売を開始した。開発ドライバーとして、 レーシングドライバーの白石悠希が参加している。出力は 305PS、42.3KgM となり、パワーウェイトレシオは約 2.79kgPS となっている。0時速 100km は3.9秒で、レクサスイズ F や RCF、本ダ n SX よりも早い数値となっている。また同日より、事前予約受付を開始し、 その後、同月26日に開業された、グランフロント大阪のナレッジキャピタルにある、ザラボ、2階部分にショールームを開設しそこで実写が、右写真のように展示されている。また2014年1月28日には、飛び術館にて、お披露目会が催され、同月30日より、六本木のカーグッズ店ルガラージュで、展示が開始された。99台の限定生産で、 販売は、トミーカエラ正規販売代理店の GTS が行っていた。2017年には定人が開発した、世界初のポリカーボネート樹脂製、フロントウィンドウを採用。特別使用者として販売を予定している。2021年6月末、生産終了。富田夢工場の創業者である、富田吉和と、ケラキクオが昔から抱いていた。 自分たちの手による車を作りたいという夢を実現した時にはいわば二人の爺さんとなっていたことが由来。ありがとうございます。